ドキドキ号セカンド、なるみゆうが6月度新人王を勝ち取った。なかなか連続で新人王を勝ち取るには難しい現状。続けて新人王となるために必要なこととは。先月の自分を超えていくような気持ち で周りのスタッフにも負けないという気持ち、同期に絶対負けたくないという気持ちがあったんで、ただ最高売上げでもそれで満足せんと、次の月はそれを超える、それを超える、超えるって言っていかないと人間としても成長しないし、気はない。それはどっかの方全部絶対言いますね。新人を取ったからあの人満足してるって思われたくない自分もあって、それも終わった話だから、もう今は皆さんナンバーワンだし、ひろきさんだし、まあ、グループナンバーワンを目指していきたいですから。本命不在の新人王、頂点をつかみ取るのは。2018年7月の新人売上ランキング第10位、ドキドキ号プログレス、京也。第9位、ドキドキ号プログレス、直樹。第8位、ドキドキ号プログレス、大地。第7位、ドキドキ号ファースト、せいや。第6位、ドキドキ号プログレス、ハクト。第5位、ドキドキ号セカンド、ショーゴ。第4位、ドキドキ号セカンド、リュウセイ。第3位、ドキドキ号プログレス、タカ。第2位、ドキドキ号セカンド、ナルミユウ。2018年7月の新人王、ドキドキ号セカンド、七瀬彩斗。